ての道具にヒンメルが繋がってるな。もうこの顔である。ベルンのパーティーやばそう。もう保護者モードに入ってしまった。ベルンの顔が溶けちゃう。やばくね。でかいでかい。ちょはいどうも、アニメリアクターの財前です。今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います。今回見ていくのは早々のフリーレン第18話見ていこうと思います。はい、というわけで始まりましたフリーレンですね。今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども、今回で第18話ということで、まあ結構終盤に来たのかなと思いきや、全28話構成なのでまだまだ中盤戦、一級魔法使い選抜試験ということでやっていくわけなんですけれども、11話でやってましたね。そういえばね、この先北側諸国は結構情勢が危ないから、一級魔法使いがいないと、この先旅ができないということで、フリーレンは確か資格を持っていないから、まあ資格を取りに行きましょうみたいな話だったね。はい、というわけでまあそんな感じで、まあ前回ザインとお別れしてとても寂しかったんだけど、いつかね再会できることを願って、ちょっと今回一級魔法使い選抜試験編に向かっていくということで、さあどうなっていくのか。まあなんか全体的な章立てのタイトルでもあるから、長い話になっていきそうなんですけれどもね、頑張って追いかけて楽しんでやっていきましょう。それでは見ていきましょう。よーいスタート。 OK、 このオープニングが入ってくるね。フリーレン結構情報量が多いというか、割とバイブスで楽しんじゃってるところあるから、情報とか結構忘れちゃうんだけど、やっぱりコメントで教えてくれるの本当にありがたい。助かります。一級魔法使い選抜試験を受ける理由とかね。さあ、まあ新キャラもいっぱい出てきそうなんだよね。ここのベースラインめっちゃかっけえ。うぅでーん、うぅ、ここめっちゃ強キャラっぽいのいっぱいいる。なんか冒険の始まりっぽい感じがいいよね。勇者もいいけど、しっとりとしながら。さあ、このエルフさん気になるんですが、私何かと対峙することになるのかな。いや、この質感いいよね。どういう効果なのかわかんないんだけど、なんかちょっとさ、紙に書いたようなさ、いいよね。なんかちょっと淡いセピアっぽい雰囲気がかかってるオープニング。オイスアーストおお、勇者イメルの力29、遠いね。確かに。うん。フェルン。そうかそうかそうか。なんか精度が変わるのが厄介みたいな話だったね。うん。あ、そうなんだ。まあ肩書き的にも、アインザーマン、あ、そうなんだ。僧侶いないけど、うん、なるほど。まあ基本だけど、あえてそれを出すってことは、おお、おお、ローマ法使い。まあ抑えててももう熟練ってことか。すごい、このアングル素敵アングル。影に隠れてどうしたんだ。
確かにフェルンが大きくなっている証拠です。まあでも、うん、え？魔族、ああ配る。エルフ、人間。すごいな。でもそれだけでも、あ、上積みもまだ何人もいるんだ。でもエルフ、あの人がエルフなのかな。てかそのエルフ、負けたエルフ、わお。なんかただものじゃなさそうだけど、あ、クラフト、わおわおわお、わ、もう顔色一つ変えずに、まあもう多分もう死がにもかけないというか、あ、すいません、今すぐに言います。ユーベル、わお、人殺しの目。まあ、わお、うわ、この子がやったの？どうなんだろうな。あえてそういうことにしてるのかな。やばいやばい。割と殺しに躊躇ない系。でも魔法使いってそういうもんなんじゃないの？わからないけど。どうなんだろう。3年に一度。5級以上。一切持ってないんじゃない？やばいやばい。そうね。二人で行こう。やばい。必死に説得してる。でも資格、正常の証。お、うん、貴重なもの。そうか、でも一級って、あ、そうなの？なんだろう？ねえ。字がわかんないんだな、正常の証って。ギルド。ああ。まあ、資格を取らないのもそういう理由みたいな。おう。聖なる杖ってこと？ああ、この頃からもう錆びてる。本当に前の前？
おお、フラメ代わり、代わりっていうか、ガラミ。うん、でもなんかやっぱり何なんかなんか今もなんかやっぱり全ての道具にヒンメルが繋がってるな。あ、僕も知ってる。あら、撫でてる。弟子を褒める。さあ、うん、へえ、じゃあ一級って？ああ、三級。うん。うん。まあ、少ないね。二箇所。はいはいはい、死ぬ可能性もある。まあそりゃそうか、ぬるいわけないよな。あー、まあ、あーでも本当に母数が減ってるんだ。登録してないだけじゃなくて。でもフリーレンのようなノラのとんでも魔法使いもまだいっぱいいるんじゃないの。てか相当やばい試験なんだな。なんか割と中2試験感覚で楽しんでたけど、あ、誕生日もしてる。そしてで空を飛ぶ。いきなり情報量がいいね。さあ、受けるの？受けましょう。あ、一級だ。リアベル。あ、オープニング。おお、もう注目株。あ、ユーベル。マジ？え？また受けていいんだってか。さあ、同じ例えなんだ。フリーレン。抑えていてもこのレベルか。すごいな。目を引くレベル。スリーマンセル。組み分け、選べないの？数字、いくつだろうこれ。2か。ローマ数字でいいのね。どこだろう？おじいちゃんとユーベルかな。そうね、一級を受けようとする人たちだもんね。フリーレン、なに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 、やばいやばいやばい、何してんの。に、あ、やばい、癖強、やばい、あ、もうこの顔である。フリーレンもこの顔である。さて、あ、フェルンのパーティーやばそう。フェルンのパーティーにいるのか、ちょっと、うん、小鳥、
はい。二つ。はいはい。I see。わお。区域。ああ、よかったね。やばい、フリーレンの顔が、もう完全に。中でも癖が強い。フリーレン、大変すぎるな。やばい、完全に、もう保護者モードに入ってしまった。フリーレンはどこでも保護者。ラビーヌ。サンキュー。フェルンと同じだ。あ、そうなんだ。はいはいはい。小鳥。あ、いるけど。これを見つけて、なおかつ三人無事に揃っていることが大事だよって話だよね。もう、フリーレンもこの顔である。うん。でも、そうか。三人揃ってるっていうことは、妨害前提でもあるのかな？あら。も、あ、あ、わかるってことだ。ある程度。そういうことか。多分、そういう危機管理ができるかどうかを試したんだね。そうね。もう完全に先生だけどね、保護者だよ。揃っちゃうとバチっちゃうのね。空から魔法が飛んでくる。おう、かわいい。チュンチュコ飲んでるね。よく観察し、大丈夫？捕まえる？え？すごい。大丈夫？え、上からなんか来る？え？だから上か。飛んでくるかも。え、ってか、すごくない？あー。うん。そうね。何も言わずしてやったもんね。うまいこと波風立てずにいけそうっちゃいけそう。あ、やばい、経過してる。やばい。フリーレの顔が溶けちゃう。まあ、まだこの顔ができるってことは大丈夫だ。フリーレンの岩まだ無事です。さあ、シティレ。すごい飛ぶな、マジで。やばい。なんか、
フリーで埋まってたけど大丈夫。まあでもこの2人とうまくやれるのはフリーレンくらいな気がする。観察しに回ってんのかな。雨音。何？あ、もう外は雨、危ねえ。何これ。やばい、早い。杖が。フリーレンはどこ行ったの？やばくね、でかいでかい。え、ちょ、あ。縛った？ん？これフリーレン？フリーレンだね。めちゃくちゃ、これで認められていく。徐々に徐々に。おう。嫌いではないんじゃない？どうなんだろう。うん。言ってくれるかな？どうだろう？あ、見てくれてる。なんかいがみ合っても、あら、もっと言ってあげたい。ちょっと腕組みしちゃっていいですか？私。あ、腕組みしてます。あ、で、あ、やばい、蹴飛ばされた。でもよく見てるんだね、やっぱりお互いに。多分この感じだと。あら、できた。いいね、なんかでもさ、ラビーネの方がおっとり感あるのに、結構ガツガツイケイケなんだよね。あー、背中を押してもらえてる。お？面白いこと？雨だけど、あの結界にぶつける？あら、終わりー。いや、ちょっと変な声出ちゃった。すんごい変な声が出ちゃった。なん、あのさ、前兆もなく終わるのやめていただきたい、僕の精神が。まあでも多分この一件で多分二人とも実感としてフリーレンが結構すごい魔法使いなんだっていうのにも気づき始めてくるだろうし、信頼につながりそうだな。心配なのがフェルンだよね。ちょっとチームメイトが怖いんだけど。結構やばそうだもんね。一級殺してるってことは相当、いや、そうなんだよね。でも相当上積みなんだな。なんかでも前も話してた気がする。なんかフ
フリーレンより、なんだろう、強いのがいるみたいなのは、負けてる。多分、それが多分あれなんだろうな。だからオープニングのエルフの人なんじゃないの？任したのがまずエルフだよ、みたいな。相当やばそうだな。いや、いいね。マジ。いいわ。いい。いや、ちょっとマジで気になる。いや、結構やばそうだな。ちょっと、本当に、中二試験ぐらいの認識でいたけど、結構やばい戦いになりそうだね。探知された。対人戦、やっぱり来るかって、やっぱり妨害が来るよね、絶対。そういう、だって条件だもんね、3人揃うって。はい、というわけで見終わったわけなんですけれども、いや、いいですね、いいですね。さあ、試験編が始まっていくということで、まぁ、ちょっと気な臭いよだっていうか、なんか嫌な流れがちょっと出てきてる気がするよね、なんか。なんか今まではやっぱり対魔族でいろいろと戦ってきたわけなんだけど、ちょっと人間と戦わなきゃいけなくなる感じになっていきそうなのが怖いな。どうなんだろう。ちょっとユーベルって子が何をしでかすのかっていうのがちょっと不穏すぎて読めないよね。クラフトと会っても全く動じることがなかったわけだし、どうなんだろう。なんかさ、戦闘狂の雰囲気も感じるよね。なんかやっぱり強い魔法使いと戦いたいんだみたいな雰囲気は若干ながら感じるから、お説教みたいなところだから、クラフトを目の前にしても動じないあたりとかを見ると、ちょっとこの子は結構なんかあえてなんだろう、別にクラフトにと戦うことになっても構わないみたいな雰囲気は感じるんだよ。どうなんだろう。ちょっとおい、あの子がちょっと怖いな。なんか巻き起こしそうだな。フェルンとは多分反りが合わない気がするんだよね。でもさ、フェルンと反りがあった場合もちょっと見てみたいんだよね。なんか、試験を突破するならそのやり方もありですね、みたいな感じで。なんかちょっとやり方は間違えども目的が一致してるから共闘するみたいな展開は割と熱いんじゃない？てか別チームになったことでフェルン VS フリーレンがあり得るわけで、ちょっと熱いよね。指定対決ちょっと見てみたい雰囲気もあるし、どうなんだろう。いやー、どうなんだろう。フリーレンが結構この中では、全体をなべしてみるとかなりの異物だから、それをどうするかですよね。いやー、なんか、波風立てないようにはしようとしてる。まあ、目立たないようにはしてるんだろうけど、まあ多分、イヤガ王にも多分やっぱり目をつけられているわけだし、多分目立つ可能性はもう、ね、存分にあるし、フェルンもいるしね。どうなんだろうなー、マジで。ちょっと気になるなー。いやー、でも妨害はありそうだよね。全然人を攻撃する。で、シティレイを持って3人揃っていること、規定時刻前に3人揃っていることっていうのが条件なわけだから、まあもちろん多分妨害を前提としたルールというか条件付けだと思うんだよね。でも、この試験って多分定員何名じゃなくて、試験を突破した人が、一級魔法使いになるっていう形だと思うんだよね。多分ゼロになるっていうのはそういうことだよね。多分、ね、一級魔法使いが配置されない年もあるんだよみたいなのはそういうことだと思うから、だから、わざわざ妨害するメリットっていうものもないんですよね。でも、多分強い魔法使いを落とすために、やっぱり弱い魔法使いを抱えているチームを落とすっていうのは、まあ全然作戦としてはありだとは思うんだけど、それこそやっぱりフリーレンめちゃくちゃ強いから、今後敵になったら厄介だから、ね、ラビーネたちを、まあ、罠を仕掛けることでなんとかするっていう、フリーレンも落としちゃうっていうやり方は全然ありだとは思うんだけど、死傷者も出ている、そういう試験でちょっと、やっぱり殺しの子がいるのが不穏だな。しかも一級殺してるんでしょ？かなりの上積み。フリーレンがどこに値するかっていうところなんだよね。でも多分、一級の中でも上積みだけど、多分、天井にはいないってことだよね、これ多分。多分、フリーレンが負けた人たちが割と天井に近い能力を持っていた。まあ、クバールはどうなのかっていうところなんだけど。まあ、でも、フリーレンより純粋に強いエルフが一人いるってことでしょ？その人が天井って考えてもいいよね。実力的には。どうなんだろう。知り合いなのかな。だからでも、あの金髪のエルフがそうだよね、多分。いや、気になるんだけど。いや、気になるんだけど、でもなんかすごい不穏な感じがしない？なんか、普通になんか、盗賊のなんかボスみたいな雰囲気出してるんだけど、目つきがすごい悪いじゃん。ちょっと気になるんだよね、ちょっとマジで。でもなんか雰囲気的には、でも多分あれ、ギルドのトップだよね。どうなんでしょうね。敵側なのか味方側なのか、どうなんでしょう。
誰が突破するのかも非常に気になるしな。でもバチバチでやり合うのは間違いない。あれみたいになりそうだよね。だから中二試験の、二次試験みたいにはなりそうな雰囲気があるよな、この感じだと。シテレだって、シテレ、うまく喋れない。シテレだって、多分うまく、っていうか、やっぱり多分、このチームの人数分用意されてるわけじゃないと思うんだよね。多分2、3匹か3、4匹でしょ？それの取り合いになったりするんじゃないかなっていうふうにも思うし、いや、非常に気になるな。ちょっと予想の枝葉が多すぎてめちゃめちゃ気になるし、いや、いいですね。なんかフリーレンがさ、負けたっていう話って前もしてなかったっけ？これどうだったっけ？僕の記憶違いどうでしたっけ？なんか僕やっぱり忘れてる描写も多いんで、ちょっとそのなんか描写も含めてなんか勘違いしてる部分とかがあったら、ぜひとも訂正していただけたらなというふうに思います。はい、というわけでとりあえず今回はこんな感じで終わろうと思います。いいですね。いいですね。すごい楽しみになってまいりましたし、一級魔法使い選抜試験編やっていきましょう。はい、というわけで、まあフェルも注目株、もう最速、最年少かつ最速で3級になったぜっていうところで、さあやっていきましょう。どうなっていくのか注目です。はい、というわけで今回はこんな感じで終わろうと思います。以上、早々のフリーレン第18話でした。バイバイ。